サラズムは、タジキスタン北西部の古代都市である。サラズムは、ソグド州のパンジャケント地区に位置する。サラズムの原始都市は、ソグド州とウズベキスタンとの国境付近、ザラフシャン渓谷内に位置する、マチドルマンの付近に位置する。サラズムの位置は、ザラフシャン渓谷の初期のステップの存在を示している。約5000年前、サラズムは、中央アジアにおける、 金属製品生産の中心地となり、周辺地域に輸出を行っていた。インドイラン語派の民族が侵入した、紀元前2000年頃に都市としての役割を終えたと考えられている。その後、サラズムは、付近にあるトルコイの産出地から集積を行う、鉱山地域として復活したと考えられている。紀元前1500年以前に建設されたサラズムは、周辺地域の農業、 同生産の中心地として重要な役割を果たしていた。サラズムは1976年、地元の農家アシュラリ・タイロノフが高校遺跡の付近から突き出ている銅の探検を見つけたことで発見された。アブドロ・イサコフにより発掘調査が行われ、フランスの考古学者による調査隊が1977年に調査を行った。2010年7月、サラズムの原始都市は、 紀元前4000年から3000年の中央、アジアにおける集落発展の証拠となる考古遺跡として世界遺産のリスト入りを果たした。これはタジキスタン発の世界遺産となった。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。世界遺産としての正式名はプロとアーバンサイトオブサラッツオム、サラッツオムである。 その日本語訳は文献によって揺れがある。ありがとうございます。